昨日のさ、さ、メモに関ししてはさマジで恥ずかしいだろうなって思うんですよ、ね。<laughs> だって、シンプルに選手が混乱してるじゃん。声で伝えらんないからメモにして渡したんだけどみんな聞きに来るっていうさあれコントじゃんもう。あれははっきり自分で失敗だったと思いますだって渡した後伝わってなくてもドキマキしてたし。であのメモの拡大画像みたいなのが回ってきてさ。 あれ見たらさ、なんかフォーメーションちょっと分かりにくく書いてあるの分かる見た人いるかなメもついてです、フォーメーション変更って目的がシェアされて初めて意味あると思います。メモだけ渡して形だけ書いても意味ない気がしますが、どう思いますかもう <laughs> 基本はそうですね。でもまあ森保さんだからもうそこはもう置いといてるっていうか。そうだから攻撃の時にどういう時にあのフォーメーションすればいいかとか、みんな分かってなかったで、えってなってたし、で、あとなんか書き方がなんか3バックっぽくなってて、これどういうフォーメーションみたいな。で、一応森保さん的には、 アンカー浮いててたたかかららそこを前から潰させようとしたんだってえ、じゃあ、それはやっとこうよって思わない。リードされてる時にはボランチ縦関係になりゃいいじゃん。2トップが2センバーを抑える、縦関係になったボランチがアンカーとか前のやつを抑える、両サイドが絞る、そっから同サイド出し掛けるとかさ。いい選手たちは守備の約束を答え仕込めるし、ね。で、それでボランチ縦関係のところを、このボランチ側の選手をトップ下的な選手をすれば、もうそのまんまの形でいけるわけだから。みたいなのもやってないし。だけど、なんかやんなきゃと思って、急に書いたメモで混乱させてみたいな。 で、あれのせいでもう選手たちもおかしくなっちゃってたのが遠藤航のインタビューツイートしたんですけど見ま,見ました遠藤もかわいそうなね童話に引き続きかわいそうな思いしてんなって思ったんだけど読むねそのまんま。 メモについてね、いやいや、サプライズですよ、普通にびっくりした捨てられ、えー。捨てたら相手に拾われる可能性あるし、ソックスに入れて誰かに渡してもよかったかなと思うけどっていうね。これ、相手に拾われるって多分作戦バレるみたいなことでしょ。相手に拾われたら拾われたでいいじゃん。だから相手に拾われたら作戦バレちゃうしみたいな、多分ドイツ的な考えなんだけど、日本人が混乱したメモをコロンビア人が呼んで、こういう作戦だなってなんないよね。<laughs> <laughs> コロンビア人だからそうそうで日本人が言葉読めて全員で混乱してて聞きに行ってるから,、うん、から遠藤ももういきなり渡されて訳わ分わかんなくなっていやでもこれやんなきゃな伝えなきゃでもこれ捨てたらあ作戦読まれるかえやコロンビア人だわみたいな,なんかっていうのを喋った後に気づいたと思うんだこれそのインタビューでだからその後も、まあとも遠藤にこの、ね、生配信が伝わるかわかんないけど遠藤航に。 うわそこ疲れた痛いとこ疲れたなって思うだろうしそれを全部あのプロデュースしちゃったのはこの日本のカオスを森保さんででこういうのやる人じゃん森保さんは13点差で勝ってる試合で主力のセンターバック酷使する人だからさそんなんばっかじゃん2個質問聞いたら1個忘れちゃう人だし2個聞いて2個忘れたことあったからねもうそんな,なん何か森保伝説みたいなのもうめっちゃ多いじゃんでそれを支える七海さんは貨幣システムを知らないんだから 解説でこれ4バックですか3バックですかって言ってたんだから。ってなるともうコーチ陣がそれだからもう選手たちはもう振り回されてさ立てます入れた方がいいって言っちゃうし入れれない形でもメモ捨てちゃいけないっていねコロンビアに拾われたらって読めないしみたいなもうみんなおかしくなっちゃってるからもう森保さんのせいでっていうか田島さんのせいで、ね、その田島さんがそういうなんか変なこと言っちゃってる人だから田島さんだってねもうあの東大でした講義でね 2個前のワールドカップでね日本セネガルコロンビアポーランドで日本が調子いい時と他の国が調子悪い時でこの日本の調子いいのここと他の国の調子悪いここが重なった時が勝てますじゃあ質問はしないでっつって帰ったんだよ <laughs> これ東大の実際に俺の,あの後輩が後輩というかそう知り合いが言ってたからもう実際質問タイムなしでボディーガードに守られて帰ったっていうそうだからもうねそう天然ジャパンみたいになっちゃってるよ、ね 天天天然が天然然がをを呼んで天然を作り出したみたみいいなさいやまあ田島さんに関してはもっといっぱいあるけどもう忘れたんだよななんかこうこんなんばっかりでだからこういう起きてること俺言ってるだけじゃん起きてること言ってるだけで面白くなっちゃってこれが痛烈批判とか言われるんだよ辛くない <laughs> だから俺日本代表の俺見てる人は超悪い人歓喜っぽいみたいな俺あんなんじゃないし全然。 一個も持ってないけど、ね、起きてること全部言っただけだからね。日本代表が勝ち負けを置いておいて、いろいろ試してるだけとは考えられません、ね。試してますよそう。試してるんだけど、試し方が下手だからさ。なんだろう、なんからその、これ入れたら美味しくなるかな、みたいなさそう。オムライスに、オムレツにね、いつもケチャップだったけど、マヨネーズもかけちゃおうかな、みたいな。っていうのはわかるんちょっと泥と砂ぶっかけてみたらうまいんじゃないみたいなことをやってるんです。絶対うまくなんないやつって意味でそう。なんか泥ソースとかあるらしいよ、海外では。本当に泥かけちゃうみたいな。こういうね、 自分の国を誇りたいんですけど、自虐しなきゃいけない国になってますからね。過激派組織、レオザとト。そう思われるんだよ。普通のこと言ってるだけなのに。試すっていうのは、それが美味しくなる可能性があるから試すからね。だから、生配信で言った。 シェフの気まぐれサラダっていうレストランで出してるものは、あれ本当に練習して気まぐれサラダってタイトルつけてるだけで、本当に気まぐれでサラダ出してるわけじゃないから。なんかその辺でちぎって葉っぱとかやってソースぶっかけて入って、え、なんすかこのソースえ、これ食べれるんですかってこの従業員がみんな聞きに来たみたいな。だからこういう、まあね、しっかり喋ってても話伝わらないっていうのはあるなっていうのはこうチャットでありますけどね、食用の泥あるってがあるから ね、そういう泥ソースっていうのはあるんですよ、昔から。なんだけど、泥ソースっていうのはあるらしいよってって、本当に泥ぶっかけてるみたいなさ、その辺の工事現場のやつの。みたいなのが日本の偽サイドバックですあれ、やり方があるからそうそう。でもなんか、なんか灰色の泥をか,かけてたらうまいんだろうな、みたいな。形だけ真似して本質真似してみたいな意味で言ったっていうのを説明したんだけど、だってこの間、むく君シュアーボ入ってくれたじゃん。むく君の方の動画でもさ、ウィナーズとどっちにするんですかみたいな。むく君ちゃんと、ウィナーズとシュアボ両方頑張りますって言ってるのに、 どっちを選ぶんですかみみたたいいなななやべえなみたいな <laughs> でもこれはあの今 SNS ができてきたからやばいんじゃなくて昔からやばいやつはいっぱいいて SNS で可視化されてるだけな何なら SNS でみんな監視してるからやばいやつがちょっと抑えられてるっていうのはちょっとあるかもしれない。バカッターみたいなやつ昔からいっぱいいますから。